スタートしました。3コース3号艇木村、4コース5号艇渡辺、6コース6号艇マニアがいいスタート。3コースから3号艇木村まくりに行きます。陰線残しに行く1号艇大谷、空いた内5号艇渡辺、そして6号艇マニア夏見でバックスレッチ。トップ争いは外枠の両者。3周1マーク、内側から5号艇渡辺真奈美が先に待っていく、握っていく6号艇マニア夏見、船が暴れての2番手、3番手1号艇大谷。さあ、優秀一番乗りを決めました。ファンの皆様にアピールお願いします。はい、すごいいい展開で優秀できました。明日も精一杯頑張るので、ラッキーと一緒に頑張っていきます。応援お願いします。第10レースの1着渡辺選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。スタートしました。1コース1号艇土屋、0台発進、2コース2号艇西田、6コースから6号艇山下佳林が出ていく、まくりに行く6号艇山下を止めて、陰線先舞いは1号艇土屋、内側小さく2号艇西田、そして4号艇カナダ、最内5号艇黒沢恵でバックスレッチ。差し抜けた2号艇西田さやかが先頭、2番手争いは内から5号艇黒沢、4号艇カナダ、1号艇土屋、スターター正常。1周2マークの2番手争い、外全速線1号艇土屋、内側小回り5号艇黒沢、間運ぶ4号艇カナダですが、外から1号艇土屋みなみが2番手一定新米も、まあ、昨日まででも全体にいいようなコメントが出ましたけれども、はい、改めて船足に関しては総合的にどう見てますか。まあ、行き足もターン回りもいいと思います。伸びも、はいはい、全体的にいい状態、はい、そうですね、はい、それでは明日に向けましてファンの皆様にメッセージをお願いします。明日からも頑張ります。スタートしました。ダッシュの3艇とインコース1号艇山川がいいスタートか、そのまま1周の1マークに向かいます。陰線先手を打つ1号艇の山川、4号艇平田さやかまくり出し、内側小さく2号艇前原、そのうち5号艇森下愛理が来ましてバックスレッチも、インから押し切った1号艇山川美幸がトップ。シリーズリーダーでここ逃げましたので優勝戦ポールポジションということになりますが、はい、調整面で特に意識したい部分というのは何かありますか。まあ、欲を言えばちょっと伸びがやっぱりいい人と比べるとちょっと足りないなとは思うんですけど、もうレース足に関しては言うことはないと思います。それではファンの皆様にメッセージをお願いします。はい、しっかり逃げれるように頑張ります。